足が潰れてる。ナンパした後に失血死した。疲れ果て傷を負ったシリは沼で倒れた。村人に発見された彼女はベレンの領主を自称する男爵のもとへ連れて行かれた。男爵はシリを預かり、看病した後ノビグラドへの旅に送り出した。
男は左官を手に、女は何も持てない。
かけてもいい。ウィッチャーだろ。カダンヘイル、助けろ。メインウォード、見たか。女とプレイティン、どこから来た。おかしな言葉と服。異国の女を見たかだと。プレイティン。ああ、それ、異国の女、遠くから来た。なぜそいつらを探す。悪い奴ら、罰から逃げた。悪人、災いだ。ここに来てる女とプレイティン、悪と災い、来た。そういうものは見ていないな。見つける。異国の女とプレイティン、金払う。おう、どんなものがある。じゃあな。
それは容易なことではなかった。やがてウィッチャーは俺がノビグラドの地下世界のボスたちと衝突し姿を消したことを知ることになった。そしてついに俺が聖堂衛兵団に捕らわれていることを突き止めた。ゲラルトは仲間と共に俺を解放してくれた。さらに幸いなことに俺はシリに何が起きたかを知っていた。残念ながら彼女はもうノビグラドにはいなかった。ゴロツキと聖堂衛兵団に追い詰められた彼女は閃光と共にどこかへ消えてしまった。どこへ消えたかそれは分からなかった。どんなもの？じゃあな。一目瞭然、フォンターガーのこっちで一番お得なお店だよ。若い奴らはバカバカだ。何か御用かな。クラウンに両替したい通貨がある。ぴったりの場所。があるのか。灰を唇に塗ってるんだ。ミルフガードから逃げてきた。大雪降れた。の剣だ。死なず。
じゃあな。探しのものは。ようこそ。どんなものがある？じゃあな。の男が来た。一日中扉が休まる暇がない。ゲラルト、困ったことがあるの、話せない？何ゲラルト、大丈夫か？ええ、なんとかね。でもどうして？気になっていたんだ。手は大丈夫か？指の怪我は。傷は治る。あれは自分の判断だったの。結末は予測できてた。だから心配しないで。違う話に変えた方がいいか？ええ、同じことを頼もうとしたわ。一体何の話だ？変な手紙を受け取ったの。どうしていいかわからなくて。誰からだ？イングリッド・ビーゲルバットよ。多額の寄付の申し出があった。ノビグラドからの魔術師の脱出に力を貸したいらしいの。慈善事業というわけではなさそうだな。当然よ。だから困ってるの。ビーゲルバットは私に見返りを求めてる。それが何かは書かれてなかったけど、魚市場で使用人と会うことになってるの。直接会って詳しい話がしたいって。でも今の状況では会わない方がいい気がするの。一体何を恐れているんだ？罠かもしれないでしょ。とはいえこんな機会は滅多にない。資金は必要よ。でもやっぱり君が命を懸ける必要はない。私がそう望んでるの。昔ならもっと簡単に決断できた。ウィッチハンターに捕まるとどうなるか知らなかった。あの頃ならね。いつでも逃げられたはずだ。分かってる。でも怖かったの。ディメリティウムに繋がれたらどうするの。あなたが助けに来るとは限らない。全く賛成はできない。だがその決意が揺らぐこともなさそうだ。一人では行かせられない。ありがとう。その使用人とはどうやって会うんだ？見ればわかると言ってたわ。青い上着を着て鍵の束を腰に下げてるって。マスの値段を聞くのが合図だそうよ。冗談だろ。君の方の目印は赤いバラか？花の話はしてないわね。でもくれるならありがたくいただくけど。魚市場だ。送るとしても塩漬けのタラが精一杯だ。その青い上着の男とは俺が話した方が良さそうだ。彼は私が来ると思ってるわ。君は近くにいろ。手紙がウィッチハンターの罠でないことを確かめてから来るんだ。分かった。その場所で待ってる。殺せー！
だ。くそ。試合よりひどいぞ。いい歌じゃないか。去年よりはね、あの時は耳がおかしくなりそうだったわ。音を聞くだけではなく感じなさい。これはもうお花畑。最近髪を洗ってみたら平日を楽しむ。それからの現状を起こして今日も変わった。もう帰ろう。大丈夫か。死人みたいな顔色だ。ああ。この世界は燃え上がる永遠の炎の中で、いい男。どうしよう。味に武装したコロツキがいる。青白い顔になれるんだ。何です？マスを一番安く買えるところを知らないか。知ってるよ。でも来るのはあなたじゃないはずだ。手紙の受け取り人のことなら俺が代理だ。忠告しておきますが、俺の忠告はいいから黙れだ。悪いことは言わない。仕方ありません。一緒に来てください。こちらすぐ近くです。首を突っ込むなと言ってた。なぜ襲われた？わかりません。初めて見た連中です。最近何者かが当家を嗅ぎ回っています。特に伯爵のご子息について。待って、ミス・メリーゴールドは一人で来る約束でしょう。彼がいなければあなたは捕らわれ尋問されていたわ。背の高い男はバルド・ムリスといってウィッチハンターの手下よ。ええ、確かに。でも今のは予想外のことで、ビーゲルバッド様は挨拶も済んだし、お前が何者か教えてもらおうか。ビーゲルバッド様の使用人です。敵ではありません。なぜビーゲルバッドに直接会えないの？尾行の恐れがあります。最近とても気にされています。それで話は何だ？短くな。ビーゲルバッド様のご子息が問題なのです。アルバート様が錬金術に興味を持たれていることが衛兵の耳に入って。衛兵は心配ないと思うけど、ウィッチハンターがあなたを捕らえようとしたならアルバートも危ないわ。ええ、ご主人様は衛兵を買収されましたが、ウィッチハンターも魔術師の首に金を出すので。衛兵ども伯爵家から賄賂を受け取り、ウィッチハンターにまで密告したか。イングリッド・ビーゲルバッドはなぜトリスに連絡を？トリスでいいのか？
マイラバイスがウィッチハンターに襲われた時、メリゴールド様が彼女を逃がしたと聞きました。マイラは何とか魔術でイングリッド様を、苦難から救ったことがあったのです。なるほどね。マイラは高貴な女性の治療をしたことがあると言ってたわ。アルバートはなるべく早く身を隠した方がいい。それなら手を貸せるわ。気づかれないようにビーゲルバット家を抜け出すことはできそう。簡単ではありません。アルバート様は郊外の別荘に隠れておられます。イングリッド様はご子息を密かに連れ出すため仮面舞踏会を開催します。それに参加して彼を連れ出せばいいのね。ええ、あなた様のお力が必要です。使用人たちは信用できません。ウィッチハンターが狙っているなら舞踏会程度でごまかせるとは思えない。ビーゲルバット家の舞踏会はただの宴会とは違うのよ。何百種類のデザートが並べられて、夕暮れから夜明けまで花火が上がりっぱなしって噂よ。戦争などの事情のため今回は85種類のデザートしか用意できません。ナザイルの青いバラの砂糖漬けもありません。あの種のバラは最近手に入れるのが難しく。早く見てみたいわ。舞踏会で問題は起きそうか。難しいのはこの件が大奥様に秘密という点です。なぜ秘密に？パトリシア様は永遠の炎の信者で、アルバート様のご興味もご存知ありません。幸い大奥様は別荘には滅多に足を運ばれませんが。本当に変わった一家だな。私の口からは何とも。早めに抜け出せればいいが。ついてくるつもり？もちろんだ。ライオンの巣に一人で行かせるわけにはいかないだろう。考えてもみろ、85種類のデザートだぞ。そのウエストを維持できなくなるぞ。ゲラルト、その別荘にはどう行けばいいの？招待状です。詳しいことは門の警備に聞いてください。狐の仮面で来てください。幸運を祈ります。向かうとするか。まさか冗談でしょ。準備をして着替えて、何より仮面を買わなくちゃ。舞踏会に必要なものはエリハルのお店で揃うわ。知ってる？ああ知ってる。エリハルはダンデリオンの友人だ。仮面だけでいいだろう。まさかダブレットを着込めとは言わないよな。そのまさかよ。議論の余地はないから、準備ができたら来て。前に私と同じ事業に手を出そうとした男は行方不明になって1ヶ月後に発見された。この意味がわかるか、シベイ。大げさな。健全な競争相手として歓迎してくれないのか。こんな奴と話すだけ無駄ですよ、公爵。言葉よりも両膝を折ったら一発で理解するでしょう。おお、ゲラルト、よく来たな。何をやってるんだ？何でもない。ただお前に新しい友人を紹介したかったのさ。ちょうど今話が決裂したところなんだ。そうだろう。次は決着をつけよう、シベイ。ではまた。どうしたんで、飲みだらけの変野郎が怖いんですか、公爵。命令してくれれば片付けますよ。体を切り裂いてあっちのチビに食わせてやりますよ。どうです？また今度な。ある。行くぞ。とっとと行け。二度とこの辺にその面を出すなよ。肩までクソに埋まって掘り出すシャベルもないって感じだな。怪しげな奴らだな。何者だ？まん丸の男が公爵だ。噂ではホワソンジュニアの後釜候補だが、まだ若い。金も権力も格も大したことない。もう一人は？名前はアール。最悪のクズ野郎だ。
顔を見ただけでケツが震える。マハカムにいた頃ならあんな野郎炭鉱に放り込んで一生見なくて済んだのにな。どうした、一緒に商売でもしてるのか。その逆だ、わかるだろうゲラルト、長い付き合いなら。何か手伝ってほしいんだろう。実は奴らとの共通の知人に借りがある。物乞いの王フランシス・ベドラムというやつだ。その借金を返すために本気でグエントに取り組むことにした。話がどんどん良くなるな。賭けで稼ぐんじゃなくてカード自体を売るんだ。最近じゃ希少なカードはかなりの値がつく。残念ながらそれを知ってる商売敵は少なくない。俺のコレクションに買い手がつきそうだが、あと3枚だけ足りない。それなのに公爵の手下がどこでも邪魔してくる。どう思う。分かった、そのカードを集めよう。足りないのはどれだ。フランギラ・ビゴとアイセン・グリムとジョン・ナタリスだ。手に入れるのはバカみたいに難しい。公爵も苦戦してるようだ。まさか当てもなく探してるのか。いやそうでもない、ゼッドが持っているはずだ。最近盗品の売買をやめて今はカード売りだ。困ったことに奴は俺とは口を聞かない。俺が目の前で1枚しかないスコイアテルのカードを買ったのを根に持ってる。奴と会ってくれないか。ゼッド、聞き覚えがある。カードの世界では大物だ。南の壁で店を開いている。気にするな。ウィッチェ、いらっしゃい。品揃え。もちろん、どうぞ。じゃあな。いらっしゃい。品ぞろえ。もちろん。じゃあな。
しては何だったのか。の男が来た。一日中扉が休まる暇がない。私の言う通りにしてくれたのね。冗談だったのか。まだ着替える時間はあるな。ダメよ、とっても素敵じゃない。準備万端。アルバートのことは。魔術師はほとんど誰も彼のことを知らないみたい。きっとアマチュアね。それならなぜ狙われるんだ。聖堂衛兵団やウィッチハンターに。簡単に手柄になるからよ。だからこそ助けてあげなくちゃね。準備は整った、行こう。こういうパーティーがもっとあればいいのに。こんな時でないとあなたの清掃を見られないもの。ダブレットのせいで脇の下が擦り切れそうだ。こいつの着心地は最悪だ。その英雄的な自己犠牲の感謝は忘れないわ。さてと、行きましょうか。ようこそいらっしゃいました。舞踏会に招待されたものだ。招待状を拝見します。結構です。ビーゲルバット様は中の庭園でお待ちです。オウムの仮面の方を探してください。それから剣はこちらでお預かりします。わかった。素晴らしい夜をお過ごしください。素敵なところね。町の外に出るのは何年かぶりだわ。ほら、もう泣かないの。男は他にだっているわよ。純男爵様なのよ。こんな機会めったにないってのに。いやあ、ビビアン、知らないふりをしての無駄だぞ。ラドビットはエムヒルより優れているわ。それが年長者に対する態度か。無視が良くないぞ。何かの間違いですわ。あなたを存じ上げませんもの。バカを言うな、ビビアン。その髪を見間違うものか。高貴な令嬢を演じているが、お前などあの、なんとか男爵が引き立ててやらなければ、今もただの。いい加減にしろ。ご婦人は嫌がっている。こいつは誰だ。新しい男か。前のより年を食ってるな。全身シワだらけでカビが生えてそうだ。じいさんの方が金の払いがいいというわけか。相手になってやる。目立つのはまずいわ。ん？何もなかったろ。ノビグラドでは仕事は少ないぞ。愚か者は不寛容と迷信の壁を越えられない。クラーケンだぞ。モーリッツ、ここで何してるの。これはメリーゴールド城。優雅な会になると思っていたのだが、
私もそう思ってたわ。でも今はそれは置いといて。ノビグラドから脱出できそう？よければ一緒に。一緒に？他に誰が一緒なんだ？あなたの仲間もいるわ。みんな集まったら私が連れて行くから。君が？勘弁してくれメリーゴールド。アバズレについていくのはごめんだ。さらばだ。感じの悪いやつだな。どうして話しかけたんだ？昔の友達なの、モーリッツ・ディーフェンゼル。詳しい話は今度ね。わあ、見て回りましょうよ。調子はどう？誰が勝ってるの？その2本目の件はもちろん予備会計や貧乏貴族の連中に限ってだよ。覚えてるし、実の娘とは責任を感じる。だから私は言う。ちょっと失礼。あなたは？そう、マスの仕入れ係ですわ。え？ああ、そうだったわね。警戒しすぎかもしれないけど、人のいない場所でお話できる？力を貸してくださってありがとう。お友達が一緒なのは使用人に聞いたわ。アルバートの闘争を知っている人は少ない方がいいのだけれど、信用できる方なら。大丈夫よ。最近奴らが現れたの？使用人が市場で襲われて以来は一度も。静かなものだわ。聖堂衛兵団に賄賂を送ったの。アルバートの噂は広がっているみたい。なぜ衛兵に錬金術のことがバレたのかしら。アルバート自身から広まった可能性もあるの。ただの実験をすぐ大げさに自慢するから。父親に似たのね。あまり賢くはなかった。アラキ、ああ、ずいぶん。いいえ、アラキスを養殖しようとしたの。アルバートが。アルバートを迎えに行こう。どこだ？お客様をもてなしてるわ。パーティーではいつも一番目立つから。いつもと違うと怪しまれるでしょ。いつ彼を連れ出していいの？お客様の酔いが回って今日の記憶が消えちゃうくらいの頃合いがいいわね。大丈夫、すぐにそうなるから。逃走の準備ができているのか？時間はないぞ。ええ、準備は万全よ。どこへ連れて行くの？詳しいことは知らない方が安全だわ。彼の無事は保証するから。でも私を信じて。今までもうまくいったでしょ。そうね、ありがとう。どうやって見つければいい？ヒョウの仮面をつけているわ。迎えが来ることも知ってる。なんだかワクワクしてたみたいね。この事態を本当に理解してるのかどうか。さっきも言った通り、あまり賢い子じゃないから。心配ない。その方が他の魔術師たちとうまくやれるさ。ゲラルト、彼を探すわよ。いい知らせを待ってるわね。アルバートを探すわよ。ここで仕事を探すのは簡単だろう。レンズの炎の名前を知らせてついに超エルになる。でも夫は責任ある立場だ。ラルビットは社会の安定のために戦っている。彼は素晴らしい人物だと思うけど。夫は責任ある立場だ。あの目をの男たちは不運だな。ビーゲルバッド、よく晴れると街からビルガードの旗が見える。確証はないな。そのとおり、巨大の爆発が。まあ、それから、それから。なんともなく間一髪自然に体が動いて脇に避けたんだ。眉毛が少し焦げただけです。あの娼婦と一緒になればいい。実は危険な遊びだ。
追い出したの。アルバート・ビーゲルバッドか。俺があの間抜けなマザコンに見えるのか。勘弁してくれ。我々はすでに黒の軍団に依存している。その発明品はパシフローラで試せるらしい。おい、夫は責任を立ち、私の時に遅れたわ。よく晴れると待ちからね。ジンさんだと。わしは伯爵だぞ。それでそいつレビーに投資する。なんだい。アルバート・ビーゲルバット。残念、お嬢さん、アドルフ・バレンティノだよ。自慢のように聞こえそうだが、我が家の猟犬が最高なことは純然たる事実なんだ。凶暴そうな犬だけど、見た目はそうだが、よく訓練されてる。命令なしでは巨大な爆発が。まあ、なんだ。いい仮面だ。アルバート・ビーゲルバットか。違うね。黒ひょうだ。ゴー。もうやだわ、伯爵。メスひょうの使いだ、わかるな。じゃあ、君らが。いつここを出発できる？そうだな、ママはみんなが酔っ払ってからの方がいいと言ってた。それに後で花火があるんだ。目くらましには最高だろ。花火が始まったらそっと抜け出して庭園に散歩に出る。生垣の迷路で落ち合おう。そこで待ってる。よし、でもその前にフィオラのロゼを味見してみな。最高だぜ。何のために来たか、アルバートが忘れてないといいが。庭園の方で待たない？さっき素敵な場所を見つけておいたの。飢饉や戦争は必要悪だ。社会は無理だし。ルビーに投資する。ちょっと座って休まない？やっと仮面を外せる。少しの間かもしれないけど。素晴らしい眺めだわ。ワインまであるじゃない。晩餐会とか舞踏会とか、本当に久しぶり。ノビグラドの下水道とはわけが違うわ。じゃあ機嫌もいいし、そろそろ聞いていいか。何を？さっき会った魔術師のことだ。ああ、モーリッツね。何が聞きたいの？出会いは？魔術師はみんな知り合い同士なのよ。何世紀も生きてる人もいるぐらいだし、時間はたっぷりあるの。じゃあ君は彼とどこで知り合ったんだ？晩餐会で、大昔の話よ。彼が近づいてきて、大胆に誘われたの。瞬間移動で静かなところへ行こうって。そういうタイプに見えた。そう？その時は私には素敵な人に見えたわ。実際その後もずっと言い寄られたの。あまり好かれていない印象を受けた。彼は上に立つのが好きで、指図されるのは嫌なんじゃない？だがノビグラドの魔術師を助けようとしているのは君だ。私があの人たちを一つにまとめてるなんて信じられないわね。きっと君には人徳があるんだ。気をつけて、お世辞みたいに聞こえるわ。
そのつもりだ。あら、もしかして誰が来る？アルバートかしら。違う、迷い込んだ客だ。し恋人を探しに来たのかもね。エルフの物語に出てくるヒバリとカエルみたいに、インチューインチューベアグブロッカー、ピョン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 、カエルが歩く静かに行くぞ他の招待客が私みたいに早々に酔っ払ってなきゃいいけど、早くここを出た方がいいダメよ、先にあの有名な迷路を見物するって決めたんだから。噂ではそこに置かれてる彫刻はそのそのなんだ、全裸なのこっちよゲラルト。トリス、ゲラルト来てる？ゲラルト来てる？気をつけろよ。メリーゴールド、やっと会えた。こんな状況で会わなきゃいけないなんて非常に残念だ。全くその通り。まあこの埋め合わせはまたの機会にしよう。ぜひ見てほしい錬金術の調合法が。つけられてない？大丈夫なはずだ。念のため二人の仮面を交換して。先に行くわ、後ろからついてきて。馬小屋に足を用意してある。よし、そこで会おう。アルバート、研究室を見せてくれる約束よ。アルバート、そこにいたのね。見つけたねえ、私にだけ見せてくれるって。今じゃなければ何でも見せてやるんだが。あら、ごめんなさい。私、アルバート、ビーゲルバットか。ちょっと外してくれますか。貴族の身分は何の意味も持たないぞ、伯爵。変な真似をしたら痛めつけてやる。どうかな。まだ食らいたいね。やれ、全員でかかれ。いや、間違いを犯したな。くそ、やれ、打ちのめせ。歯を全部折ってやる。
ルバート、どうして隠れるの？アルバート、そこにいたのね。見つけ、今じゃなく、あら、アルバート、ピッチョ貴族の、ど、体中ボロボロにしてやる。やれ、全員でかかれ。心配していたのよ。ちょっと問題があった。ウィッチハンターね、ここまで来たの？いや、だが時間は稼いだ。庭園に人を送ってくれ、片付けにな。そうしましょう、あなたたちは急いで。準備はいいか？ええ、あなたの剣も衛兵から取り戻しておいたわ。イングリッドから報酬ももらった。予想よりすごく多かった。信じられないくらい。そりゃいい。南の島にでも逃げるか。冗談はよして。これでやっと魔術師全員のノビグラドからの脱出が実現できる。お別れを言いたかったら訪ねてきてね。お別れ？噴水でのことだけど、バカなことしてごめんなさい。ワインが強すぎたせいなの。謝る必要はない。別に、なんと。そうよね。
メリーゴールド。行かなくちゃ。ああ、気をつけて。どこへ行くつもりだ。通行証を見せろ。通行証？どんなだ。お前が魔術師でないと証明する何かだ。それなしでは出入りできんぞ。なぜ町の門を閉めた？戦争が始まってここにやってきた魔術師や魔女、他のクズどもを一掃する。一人残らず捕らえて火に放り込んでやる。病気にかかった家畜みたいにな。悪いな、通行証はない。では先には進めん。次！待て、どこで手に入る？教会に献金しろ。それと保証人として3人分の署名だ。通してやれ、これが書類だ。お、だがどこで？関係ない、持ち場に戻れ。シギルーベンからだ。随分無茶をしたよ。いらっしゃい。質入れか買い物かい？
売り物。じゃあな。いらっしゃ。金貸しは長いのか。うん。ちいいえ。う。じゃあな。トリスの家の外に衛兵がいる。まずいな。でも一月分を前金で払ったでしょ。ええ、でもそれは以前の値段。危険が増した今、金額も上がるの。もうお金がないの。払う方法は他にもある。首飾り置いて出てって。手を出すな。容赦はせんぞ。ゲラルト、その必要はないわ。俺の意思だ。荷物を持ったら行くぞ。出て行って早く。手を借りたいならそう言うわよ。なんだ、怒ってるの。え、いや別に。でも首飾りはいいの。私をかくまう危険を犯してくれたからね。金が手に入るから危険を犯しただけだ。ええ、でもお金だけ奪ってウィッチハンターに引き渡したりはしなかった。ノビグラドの基準からすれば考えられない行為よ。頼むからあいつらの弁護はやめてくれ。あなたと道徳についてたっぷり議論してもいいけど、今はそんな暇ないの。町がどうなってるか見たでしょ。力になれるか。何もかもめちゃくちゃで、どこから始めたらいいのか。できるだけ早く魔術師全員を不当に集めて乗船させないと。でもベルトルドとアニッセがまだ合流地点に来ていない。ベルトルドとアニッセ、誰のことだ。若い夫婦よ。ベルトルドはギルドルフで修行した錬金術師で、アニッセはアレトゥーダの出身。かくまってる人に裏切られてないか心配なのね。私の大家はマシな方でしょ。港に行くのは難しいんじゃないか。衛兵がうゆうゆいるぞ。通りは避けるつもりよ。問題が起きた場合キングフィッシャーで落ち合うことになってる。地下室の抜け道から下水道を通って港に行けるはずだけど。ノビグラドの下水道は知ってる。ウィッチハンターには出くわさないだろうが安全じゃない。だから頼んでるの。港までの道を見つけて安全を確保して。いつウィッチハンターに脱出計画を気づかれるかわからない。
私の状況を理解してくれた？はあ、二人を助けて他の全員を危険にさらすか、港に直行して二人を放っておくか。ゲラルト、どうするべき？アニッセとベルトルドを助けよう。簡単に見捨てるのは残酷だ。いいわ、それならすぐに行かないと、時間がない。案内してくれ。隠れ家はどこだ？遠くないわ、いいっつよ。今は静かにしてて、注意を引きたくないでしょ。仲介よ、見られたらまずいわ。言っただろ、まずいわ。聞いた？女の方が何かが起きてる。よくやった、連れて行け。頼む、やめてくれ。何も悪いことなんてしてない。そうか、そのセリフは毎日何度も聞かされる。それで報酬は？報酬？ああ、それは本部に言ってくれ。俺たちは持ち合わせがなくてね。何？メリーゴールド、それにウィッチャー。二人両側から攻めろ。大丈夫か？歩けるか？ええ。死にたくない。ここを出ないぞ。ベルトルド。外のありさまを知ってるだろう。港に着く前に捕まる。捕まって殺される。行くぞ。急げ。行くよ。ありがとう。他のみんなと合流しなきゃ。できるだけ早く。あそこだ、もう二人いる。キングフィッシャーの地下下水道はもう下水みか？いいえ、下水道を使うことになるなんて思ってもいなかったから。一年前は通りを歩く魔術師に衛兵たちが頭を下げていたのに、それが今やネズミみたいに逃げ回ってる。君は残れ、生きていけるはずだ。他のみんなが生きていけないわ。
衛兵もウィッチハンターもいない。何も問題ないようだが。遅すぎ。しまった、先起こされてる。このクソ野郎が。散開しろ。やるぞ。思い知るがいい。逃げるべきだったわね。たかがウィッチャーだ。時間をかけすぎたわ。かけすぎた。二人の人間を助けたんだぞ。ええ、そして一人失った。奴らに見つかって全員捕まる前についてよかっただろう。ゲラルト、数の問題じゃないの。嘆いてる時じゃないわ。ついてきて。ゲラルト、こっち。トリス、上で何があった？大丈夫なのか？いいえ、いろいろとまずいわね。待って、誰が残ってるか確かめたいの。どうして泣くんだお嬢さん。心配しなさんな。美しさがくすんでしまうよ。ならお前は心配のしすぎか。いや、生まれつきでね。お前もコビリー逃げるのか。避難を手伝ってるだけだ。知ってるだろう、俺の心は慈悲深くて。今頃か。魔術師が迫害されるようになって随分経つだろう。だが動きが活発になったのは最近だ。それにコビリーに友人がいると都合が良くてね。特にタンクレット王の側近は大歓迎だ。し、トリスが話し始める。後で話そう。私たちは長い間逃亡の時を待った。コビリが受け入れてくれるまで、十分な逃亡資金が集まるまで、信頼できる船長が見つかるまで、私たちは長すぎるほど待った。もうためらいはない。今日ノビグラドを離れましょう。無理よ。至る所に奴らがいるのに。だから下水道を通っていくの。ゲラルトが安全な道を手配してくれる。どうせ捕まるさ。捕まって殺されるんだ。かもね。でももしそうなった時は勇敢に戦って死ぬわ。貼り付けにされて慈悲を乞いながらではない。何か起こったら俺が守る。俺も力になるぞ。ああ、デダニアの諜報員ラドビットの右腕だった男のな。あれは昔のことだ。あの異常者に人の殺し方を教えたのはお前だ。今は昔話に花を咲かせてる場合じゃない。議論は終わりよ。下水道に入るぞ。道を確認したら合図する。俺が通った後をついてこい。何があっても離れるなよ。私はゲラルトと行く。デクストラは港へ行って船の準備を確認して。分かった。そこで合流できることを祈ってる。本当に空気か。気を悪くしないでほしいんだが。もう悪くした。おしゃべりはやめていきましょう。しかし、ここを生きていられるんだ。魔術はもうやめる。そう簡単にはいかないさ。ラドビットと教会を敵に回せる。マスターウィッチャー、奴らは魔術を消滅させたがって。
我々は放っておいて。バカな女だ。何か問題でも。わからないのか。こちらから捕まりに行けば情けをかけてもらえるかしら。拷問が少し減るぐらい。死にと恐怖のもとに燃やすのよ。ファルカの聖なる炎はただの口実。じゃあメリテーに祈り続けるんだな。ここに誰もがね。礼なんて必要ないさ。この混沌とした街で頼れる誰かがいるってのは何にも代えがたいことなのよ。大丈夫だ、もうすぐ終わる。ええ、もうすぐね。来いよ。別の道がある。どこに？通路は行き止まりで、脇道なんてどこにも。耳を澄ませろ。壁の向こうで音が反響して、隙間から風が入ってきて。書物室。見て、ゴンゼロ・デ・ベルソンの詩集、バラッテのジャコブの年代記。すごい、希少な初版本ばっかり。後で見に戻ってこよう。無理よ。忘れたの？今日ノビグラドに立つの。覚えてるさ。ただなかなか実感が湧かないんだ。しっかりしてよ。急ぎましょう。トリス、出口を見つけた。よかった。本当におしまいかと思った私の専門ね。任せておいて。何匹いるかによるな。嘘、ちょっと多すぎる。
れだけの波が出るのも納得だ。ダイを投げ入れてるのは誰かな。ここは大広場の明日だ。クリーバーことカルロ・バリーズの本拠地であるとか、彼の位置ではないだろう。彼の債務者がよく行方不明になってたわね。大丈夫か。足とふくらはぎを少し噛まれたけど大したことない。傷口を消毒するんだ。感染症にかかるぞ。後でね。まずは港への道を探しましょう。首と肩のあたりに傷がある。死んだばかりだ。首を噛まれてな。安定した収入源さ。さあ行くぞ。
ッチハンターが気づく前に船の準備をしないと。やっと来たか。永遠に出てこないかと思った。何か分かった？船の様子は？古くてボロボロだ。木は腐りかけてるし、帆はすぐ破れそうだ。それに小ビルにも行けそう。嵐に会わなければな。みんなに合図するわ。手を貸そうか。バイオリンを弾いたり、花やお菓子を持ってきたりは。一体どういう意味だ？おいおい、トリスをこのまま行かせるなんて言うなよ。なぜお前が気にするんだ？恋物語が大好きなのさ。幸せに暮らしましたとさってやつがね。逃げて、ウィッチハンターよ。船に乗り込め、生け捕りにしろ。俺が魔法使いに見えるのか。リクストラ、どうお礼を言ったら。社交辞令の暇はないぞ、お嬢さん。最後のお別れを。ありがとう。忘れないわ、あなたがしてくれたこと。私たちの思い出を。俺も君を忘れない。笑顔を絶やすな。メリーゴールドさん、今行く。シリを見つけたら私からのキスをあげて。抜け、引き止めようともしなかった。邪魔が入ったからな。俺が誰と付き合うかそんなに気になるのか？俺がお前を気に入ってて、お前のためだと言ったら信じるか？いや、だろうな。お前は政治に関わるべきじゃない。俺もトリスもお前自身もよく理解してる。だがお前のもう一人の恋人は理解してない。あいつはニルフガードにべったりで、お前はゾッコンだ。いつかお前と刃を交えるなんてことにもなりかねん。だがそれはずっと先の未来の話だろうな。今はもっと近い未来の話をしよう。今じゃなきゃいけないか？俺とトリスは今さっき。勘弁してくれ。ウィッチャーは感情を剥奪され、何も感じないはずだろ。それに俺の要件は重要なものなんだ。おお、それは？俺たちは一体何人の魔術師を助けたか覚えてるか？わからん。数えてないが30人前後じゃないか。それで北方にはどれくらい残っていると思う？錬金術師癒して薬草油は2000か3000か。お前は人口の統計でも取ってるのか？違う、俺は心配なんだ。ノビグラドには俺たちがいた。だがリンデでは誰が魔術師を助ける？ヴァンガルドは、アルドカレーは、ガレットは、ラドビットのイカレ野郎は、イエネファーとトリスを含めて一人残らず葬り去るまで手を止めんだろう。グッとくる話だが、さっさと要点に移れ。なんで俺にそんな話をする？ラドビッド殺害に手を貸してほしいんだ。世界中の魔術師についてお前が心配してるって？俺がそれを信じるとでも？嘘はついちゃいない。俺が魔術師の境遇に心を痛めてるからではないがな。
この組織的な魔術師狩りはさらに深刻な問題の前触れだ。レダニアは今一人の狂人が治めている。俺はラドビットの父ビジビルの下で働いてた。情報員のトップとして20年以上もな。共にレダニアを北方で最も強い国に鍛え上げた。お前は何がレダニアの国力の源だと思う？軍隊じゃないのか？外れだ、バカめ。農民どもに武器を持たせ鍛え上げる方法のどこに美学がある？健康的な経済や他国との強固な同盟、工業力、進展する科学。